はい、こんばんは。キャンプ系 YouTuber の福です。今日はですね、キャンプで焚き火するときにどんな薪の組み方しますかっていう話題にしてみたいと思います。これね、結構いろんなやり方してる人が多種多様にいるんじゃないかと思って、私自身も参考にしたいので、こんな薪の組み方してるよなんていうおすすめの方法ありましたら、ぜひ共有していただけたらと思います。はい、ということで今日は、焚き火する時の薪の組み方の話題なんですけど、皆さんどんな風にしてますか？もうこれね、いろんな名前の組み方があって数が多すぎて私もあまり理解できてないんですけど、とりあえず私がよくやるのはですね、円錐状に組むやり方と井桁型に組むやり方、あと並列にこう並べるやり方ですね。このくらいが多いかな。まず円錐状に組むやり方なんですけど、資料によってはティピー型っていう言い方もするそうなんですが、真ん中の方に置き火が溜まっていって、それにもたれかけさせていくようにね、中心に向かって薪を立てかけるので、円錐状ティピーテントみたいな形になるんですよね。この組み方は空気の流れがいいというか、上昇気流がね、綺麗に上に向かって起きるので、火柱みたいのが立ち上がってね、とてもあの炎を見て楽しむのには適してる組み方だと思うんですね。もう一つ私が炎を見て楽しむ時に使う組み方は井桁型ですね。これは名前の通り、井桁、井戸の井っていう感じですね。あの感じの形に組んでいくと、これも一度火が回り出すとね、結構びっくりするぐらいの勢いになってくるんですね、炎が。だからキャンプファイヤー楽しむにはぴったりな組み方じゃないかと思うんですけど、逆にこれあまり小さな焚き火台でやりますと、火柱が大きく上がりすぎてですね、収集がつかなくなる時があるので気をつけないといけないんですけど、私はグループキャンプする時とか、あと家族でファミキャンする時は、コールマンのね、ファイヤーディスクプラスってやつ、60センチ直径のある丸いお皿状のでっかい焚き火台を持っていくことが多いので、あれで井桁型やるとね、本当に直火感覚でキャンプファイヤーが楽しめるんですよ。なのでみんなでね、複数人で囲むようなちょっと大型の焚き火台でこの井桁型で組むと、とても勢いのあるキャンプファイヤーが楽しめますし、使う薪を太めの広葉樹にしていくと、それがまた長く燃えてくれますよね。途中からね、この井桁型にティピー型のような立てかけ方を足していく時もあります。これはまあキャンプファイヤーがまあずーっと楽しめると、火柱が大きく上に上がるっていうことですけど、あんまりね、派手な燃え方ばっかりしてても薪もすごい消費するし、そもそも一人ではそんなことやらない人も多いと思うので、よくあるのは並列型ですかね。横に薪を並べていくっていう風で、前後に比較的太い硬い広葉樹なんかを置いてやると、その間で熱がよく回るようになって、また風よけの効果も多少期待ができるので、置きが集中して真ん中に高い熱を維持し続けることができますね。だからその前後に置く薪なんかを太めの同じくらいの大きさのものに揃えてやると、あとは縦に五徳でも一個置けば、そのままね、鍋とかスキレットとか鉄板を置いて調理を楽しむこともできますね。このやり方はね、結構いいなと思ってます。ピコグリルみたいな小さめな焚き火台でも比較的火力を調整しやすいというか、そして薪も細かい薪でいいので横からくべていくだけですから、調理のしやすさと、あと日持ちの良さっていうことを考えると、この方法は結構好きですね。だいたい私がやるのはこんな感じなんですけど、一回だけね、グルーキャンの時に漫画のゆるキャンでやっていたね、スウェーデントーチ、薪の束でねぐるっと巻いてスウェーデントーチ風にするやつ、あれをやったことがあります。で、結果としては原作と同じような感じなのかな、線がプツンと切れてバラバラになったので、楽しかったですけどね。そういうちょっと面白い組み方もしましたし、あとね、やっ
ったことないんだけど興味があるのはインディアン型っていう組み方があるそうです。放射状にさっきのね円錐状に立てかける感じじゃなくて平置きして放射状に置いていく、スノーピークのロゴみたいな形になるわけですね。そうすると中心部だけが燃えてだんだん真ん中に薪を寄せていくっていうことで、これ日本の囲炉裏なんかでも用いられていたくべ方だそうですね。ただこれも比較的大きな焚き火台または直火が OK なとこは非常に少ないと思うけど、そういうところじゃないとやれないかと思いますけど、でもいいですよね。ちょろちょろとこう真ん中の中心部で安定した炎が続いてくれるやり方ってね、ちょっとやってみたいんですよね。私好きな組み方って特に決めてるわけじゃないですけど、キャンプファイヤーみたいのも好きですよ。寒い時温まりたい時とか、あとは複数でね大きな炎を見て楽しむ時なんかはそうしますけど、ただ薪がものすごい減るからね、いつもそんなくべ方するわけじゃなくて、調理する時はねこう並列型に置いてみたり、本当に置きがいっぱい溜まってくるとね、もうその置き火だけで時々薪を上にポンって乗せるだけでね維持していくこともありますけど、基本的にやってるのはそんな感じですよね。で、焚き付けは燃えやすい針葉樹から使って、よく燃えてきて置きが溜まってきたら、まあ、広葉樹に移すっていうのは大体みんな同じかなと思いますけど、あとは薪の種類もそうですね。薪はね、私は近所のホームセンターで買うことも多いので、そこだとねバタマキっていう名前で売られてる着火用の松の木なのかな、割りやすいし油もよく含んでてね、そういう細割りの木を買ってるのと、あと奈良の薪を買ってますね。奈良はね長く燃えてくれていいんですけど、すごい硬いんで小さい装備で行くときは持っていかないですね。もう切ったりするだけで大変ですから。なのでソロキャンプでこじんまり行くときはアカシアの木を使うことが最近は多いです。ホームセンターでこれもよく売られるようになったんですよ。ベトナムとかから輸入されてきてるんじゃないかな。アカシアの薪ね扱いやすいんですよね。なんか硬さがね針葉樹と広葉樹の間くらいな感じで、種類としては広葉樹なんですけど、奈良の薪とかと比べたらねもう全然割りやすいので、日持ちもねほんとちょうどいいくらいな感じで、最近はこのアカシアの薪も、まあ、ホームセンターの会社によって違いますけど30センチとかねちょっと短めのやつとか、あと23センチっていう絶妙なソロキャンプに合うようなやつがあったりして、これは確かコメリですけどね、そういうアカシアの薪を使うことも多くなりましたね。あとはねオガライト使う時もありますよ。焚き火より薪ストーブかな。焚き火でオガライト使うとね木の粉をギュッて固めてちくわ状にしたものなんですよ。だからはぜにくくて日持ちも良くて炎が安定してるのでとてもいいんですけど、まあ、見た目がちくわっぽいのでね薪ストーブに入れて使うことが多いですけど、そういうオガライトっていうのも使ってます。まあそんなところですかね。私がソロキャンプで焚き火してるのを見ててねかっこいいなって思うのは、いい感じの赤く光る沖が下に溜まっていて、ぶっとい広葉樹の薪が一本ドスンって乗ってチリチリといい感じに煙も少なく燃えてるようなの見ると、おおかっこいいなって思ったりします。はい、というわけで今日は薪の組み方の話なんですけど、私はバリエーションがね今話した通り非常に少ないので、皆さんすごくいいよっていう組み方とかありましたら共有してもらえると嬉しいです。それでは今日はここまでになります。おやすみなさい。